ミゲル一世夫妻と、長女マリアダスネベス、長男ミゲル二世、アーデルハイトフォンレイ,イコールベルトハイムイコール、ローゼンベルクは、ポルトガルのハオ王ミゲル一世の妻。ミゲルのイ以後に結婚したため、王妃ではない。ドイツ語での、全名は、アーデルハイトゾフィアマーリエルイーゼレオポルディーネ。ポルトガル語ではアデライデ。レイ,イコールベルトハイムイコールローゼンベルク家の、構成子コンスタンティンと、 その妻でホーエンローエランゲンブルク公ーカーアールルートビヒの娘、アグネスの間の長女としてクラインホイバッハで生まれた。聖果はビッテルスバッハ家の冒険だった。1851年9月24日、20歳で49歳のミゲルと結婚した。ミゲルは名マリア2世と王位を争って破れ、自身への年金と引き換えに対してオーストリアへ亡命していた。 彼は二度と王座に帰り咲くことはなかった。1837年には、スペインのカルリスタ戦争に介入し、王い戦勝者、森のクカルロスの支援をしたが失敗に終わった。アーデルハイトと結婚している間も、彼は、イベリア半島の絶対王政の象徴であった。1866年11月に、ミゲルが死んだ時、6人の子供たちはまだ青年に、 達していなかったアデライデはそれから10年もの間、子供たちに、ポルトガル王子、王女としてふさわしい結婚をさせるべく、ヨーロッパの有力王族、貴族との縁組成立のため奔走した。彼女の努力は、成功を収め、彼女の子孫たちは、現在のベルギー王家やルクセンブルク大公家、ハプスブルク家に連なっている。 アーデルハイトは1909年にイギリスワイト島で亡くなり、ブラガン酒の墓所のあるリスボンのサンビセンテでフォーラ、修道院に葬られた。いずれもポルトガル語名で記す。ありがとうございます。